お金の送金に肩代わりしたとしてもですね、お金の送金に関わってしまっているということはですね、非常に問題ですし、球団側にこれをおそらく報告せずにですね、内密に済まそうとしたということもですね、非常に問題になってくる可能性があって、アメリカではすでにスキャンダルの状態でかなりそのセンセーショナルに報道されている可能性が非常にあるということで、これもしかしたら本当に選手生命の危機になってしまう可能性も出てきている。続きはチャンネル下のリンクから。